薪藁をつく船越義鎮権、剣、う上向きで軽戦部の拳頭を当てる、政剣好きの反復練習受ける、相手の軸足を払い、倒した相手に、下段好き政剣好きとは、空手、憲法など、都市の打撃系、格闘技、武術、武道で使われる、突き技の一種であり、政剣で対象をつく技、聖好きとも刻み付きとも呼ぶ、突き技の基本とされ、また多用される技である。 聖剣好きには拳を握り固めたとき、人差し指と中指の根本部の関節の前側を持ち、拳の手の甲側を上に向けた形の拳で、嘆き対象に当てるのが聖剣好きである。拳頭の背部や指のその他の関節部を使用するものは聖剣好きには含まれない。空手の基本動作では、構えの姿勢からつく側の拳を、 脇の下まで引き、同時に突き手と逆側の手は、正拳を前に出した形もしくは受けの形を取る。引き手とした拳を腰の回転を切り返しつつ、対象までまっすぐ突き出すが突き出した時は、拳の手後部は上向きとなる。つまり、正拳突きは、引き手位置から拳を180度の螺旋回転を加えながら、目標に到達させる動作である。 この一連の動作を瞬時に行えるように反復練習をする。なお、ついた時に正拳好きとは逆に拳の手工具が下向きになるものは裏好きと呼び区別される。また、基本練習や型で使われる場合と、組手、試合などで使われる場合は動作がやや異なる。すなわち基本動作はより大きく長く使い、組手、試合ではそれよりも短くより迅速に使われる。 傾向がある。聖剣好きの威力は腰の回転力と拳の螺旋回転の力を正確に拳頭に集中してヒットさせた時に生じる。組手や試合あるいは実践の際にはこれに手足や重心移動に伴う力も加えられることになる。型や仕組みは異なるがボクシングのコークスクリューブローと同じ原理である。以上の区別は概念上のもので実際には 聖剣上段順付き、聖剣中段逆付きなどのように表現される技となる。この聖剣付きの動作は、空手の源流である当主の方の場合、そのままトンファーやサイなど、琉球古武術の武器を使う動きにもつながる。伝統を図らっての刻み付き、聖剣付きは、演武などで、板や瓦、ブロックを割る場合にも使われる。フルコンタクト系のうち、 顔面ありの直接打撃性ルールの種目の場合は、顔面ガードの位置やアップライトの構えから使われることも多く、90度回転であったり引き手を取らないケースが多いために見た目パンチに特別がつかないこともある。フルコンタクト空手、グローブ空手などでは、いわゆるストレートパンチを正剣好きと呼ぶことも多い。拳や玉の背部を使用するものに裏剣打ちがあり、 また指の第二関節部を用いる拳は中高剣や平剣があるがそれぞれ使用法が異なる。ただし極神空手系統では相手の腹部に当てる裏突きを特に下突きと呼ぶ。ありがとうございます。